どうも皆さんこんにちは、 TXP の武田です。本日の動画では私が行っているデッドリフトのサイクル最終週となる300キロ5回に挑戦してみました。どうぞその様子をご覧ください。はい、ここまでご視聴誠にありがとうございます。まあ、残念ながらですね、300キロの5回は成功することができなかったんですけど、まあ、今回の狙いとしてですね、トップポジションの強化っていうのにかなり重きを置いていて、私もですね、この競技は長いんですけど、今回ストラップとボードを使ってちょっと高さを上げたことで、
多分そんなにないんですけど、大体僕デッドリフトはですね、グリップアウトしてしまって引けないっていうケースが非常に多いんですが、まあ、本体の300キロの5回目のようにですね、まあ、ある程度フォームが悪いわけでもなく、まあ、もちろんストラップつけてますからグリップに心配があるわけでもなく、もう単純にもうパワーとスタミナで引けないっていうのはあまりデッドリフトで、まあ、要は体験したことがない、まあ、要はミスリフトになるので、まあ、今回に関してはすごい勉強になったなと、なんか自分が思ってるより上強くねえんだなっていうのを実感できたので、まあ、ここをですねしっかり強化していって、まあ、300キロ、まあ、できればですねもうちょっと、まあ、105キロ級の時よりも、まあ、デッドリフトを引けるように、まあ、今回は3月まで調整していきたいと思っています。で、今回の練習はですね、現状私において、まあ、足りない筋力強化にはすごくハマった練習になっていて、まあ、トップデッドとかですね、結構すでにこだわる方とか多いんですけど、まあ、僕はもう本当に、グリップが持たなくて引けないことが多いので、まあ、正直言うともったいないんですね、練習が。グリップが持たないから引けなかったとか、まあ、グリップが持たないからフィニッシュができなかったっていうのは、すごいやっぱり背中にとってはすごくもったいなくて、まあ、じゃあ素手でやらなかったらグリップが強くならないんじゃないかっていうんですけど、まあ、グリップって正直ですね、フォームを修正することで結構持つようになります。一時期握力すごい鍛えた時期とかホールドすごい強くした時期があるんですけど、まあ、結局フォーム悪いとですねグリップ持たないんですよ。なので自分にとって一番短い距離で引く練習にもなりますので、よかったらですね上のポジションとか苦手な方はちょっとやってみてください。やっていただくと分かるんですけど、正直動画で見ているより相当きついです。で、まあ、普段デッドリフトで、来ないところもすごい筋肉痛になります。僕もデッドリフトってほぼ下肢に効くんですけど、まあ、この練習をやるようになってからはもう懸垂とかローイングとか、まあ、補助で背中やったりするのではもう到底起こりえないぐらいすごい刺激が、まあ、広背筋から僧帽筋、あとは脊柱起立筋ですね、こちらにすごい来てますので、まあ、今回3月に、まあ、デッドリフトをすごい大幅に伸ばして、まあ、ちょっと武田がやってみてたからやってみようかなって思ってもらえるようにちょっと結果を残せたらと思いますので、ぜひ応援してください。はい、では本日の動画ですね、少しでも参考になった、またはモチベーションアップにつながったと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。おかげさまでチャンネル登録900人になりました。まあ、1000人までもうちょっと頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ここまでご視聴誠にありがとうございました。またご覧ください。